皆さん、こんにちは。こんにちは。札幌大大学オープンキャンパスにようこそ。ようこそ。私たちは管弦楽コースの専任教員の大隅と河野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは呼吸について少しお話ししましょう。普段生活しているゆったりとした呼吸では演奏するには向いていません。というのも、演奏するときにはたっぷり息を吹き込まなきゃいけないんですね。吹き込むためには吸う吐くというのがセットになって呼吸と言われる。それをいかに効率よく楽器に伝えるかっていうことが重要になってます。どんだけ吸えるか。そう、どうだけ。そう、よく ね、吹奏楽部の先生から吸え吸えって言われる、うん、だけどこれは実は吐くために吸うんですよ。そう、吸ってばっかりって死にますよね。そうどうしようもないですよね。そうなっちゃうので、しっかり吐く、吐くっていうことを意識しましょう。そうそう。そこでゆったりとした状態でたくさん空気を取り込むっていう一つの例、うん、口を尾の形に尾ですね、はい、指を立てて、指を立てて、はい、はい、で今すごい音しましたけど、これは風切り音で声じゃないんですか。声じゃないんですよ。これはこれはきちんと口の中が尾の形になる。おーおー、ね、WHO の感じですね。ほーって感じ、ほーっていう感じを、で、はい、で吸うとたくさん空気が入って、はい、体が大きくなる感じしませんか。これを練習しましょう。ほーっていうか形、指当てて、そう、吐き出す時も WHO、ほう、そう、その音、この音が出ますか、皆さん。この音を出せると空気がたくさん入ってるという感覚があるでしょ。すごい、あのこの胸のあたりがガバーッと大きくなったような感じがしますね。一つ、じゃあ器具を使ってみましょう。はい。これはこれはすごい、またどこかこれオーマックで買ったんですから、3センチくらいの径で、30センチくらいですか。じゃあこれちょっと洗ってありますからね。本当ですか。これをこのまま加えて、はい、加えるんですか。加えるんです。どう、うん、それで吸ってください。なんとなく、ねはいはい、サランラップの芯とかで、はい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 、代用してもいいですよ。あ、そうすごい。それで吸って吐くという作業はあのテニスとか、うん、テイクバックしてフォローする、テイクバックしてフォローするっていう自然の動き、こういう動き、これをイメージしてください。ということは、吸って吐くときに止まらない。そう。それで、これはこの呼吸としての訓練にご適してますね。はい。それで、実際に演奏するときには、のイメージ。これも、これは、あの、ホースです。これもホース。で、じゃあ、これ、正しいホースね。新しい。で、これは毛が細くなりますよね、はい、で、これももっと細い、はい、で、これで吸って要するに、はい、いいこういうこと、あ、死んじゃう吸って、これだ、こっち吸って、こっちで吐くんです。太い方で吸って、はい、細い方で吐くって言うんですね、うん。いくらかこう抵抗感が違うでしょう。あ、本当ですか、ね、それでもう一つ抵抗ある、こっちに交換しましょう。もっと細い、うん、もう一回。そう、何かというと、うん、WHO、ほうですって、吐き出すときにほうであってもイメージとしてはこの細いパイプになってるイメージ。
そうするとたくさん空気をこの太いので取り込んだ時にはそんなに長い時間吸ってられないですよ。そうで、まあ、もうフルに吸う状態になりますけど、これで吐き出す時にはその空気は今吸った時間よりも長い時間をかかりますね。要するに僕たちの演奏している楽器っていうのはこういうっていう状態で吸って細いものに、極端に言ったらトランペット、トロンボーンなんかはホルンなんかはっていうイメージです。あ、こんなに細いイメージですね。なんとなく言うと、あ、ほんまや、こうやってトロンボーン吹いてて、で、吸ってというイメージ。テイコンなんて大体このストロークぐらいの。そう、そう、もうちょっと少ないかもしれないです、ね、あ、楽器の抵抗があるんで、だからその動きをスムーズに、そうで、スピードをかけすぎなくていいので、自然な流れ、一番自然な流れっていうのを、で、これはこういうのを買ってくるとこういう訓練になるので、まあなくても口をすぼめてその状態で自分の楽器のアパチュアっていうものを意識して、その遠くにあるろうそくの炎を少し揺らすようなイメージを、その程度の息のスピード感で演奏するとより自然な、うん、なるほど、うん、吐く時も WHO ほうというイメージ、そうすると音が怖い、幅広い丸い音になります。で、このホースを吸った時に感じたと思いますが、はい、下にその空気の流れを感じたでしょ。なんか下に空気が当たってるような感じなんですよね、うん、それが大事、下が感じて体が大きくなる、それをここで少しね面白いものを紹介しますね、はい、これはブレスビルダーっていうもので、これは視覚的にキャッチしやすいっていうことでやります、はい、まずこれ売ってるんですか。これ売ってます、アマゾンで売ってますよ。アマゾンで売ってる、ブレスビルダー、すごいこの穴2つ押さえてください、はい、これいいんですか。これ、まあ、これはちゃんと洗ってあげたかった、はい、押さえます、はい、ピンポン玉を上げるようにピンポン、できるかな、こんなやってみよう。あ、できた、あ、よかった、いいでしょ、よかったよかった、ね、これでピンポン玉がこう吸い終わったらそのまま吐き出してください。そうするとピンポン玉が上にとどまったまま、ちょっと近くでやった方がいいかな、うん、この辺りみたいな、繰り返し、まあ、繰り返すんですか、ずーっと整ってるように、うん、これは今暗くなってる、結構キャラ結構いい、これ3つ穴開いてますけど、うん、今一番小さな穴だけ残してます、はいはい、で今度全部極端だよ全部上げてみて、ものすごく、はいはい、空気がたくさん必要、それで同じようにちょっと結構してクラクラした時は無理せずに座りましょうね。クラクラするっていうことはちゃんと全身で使ってるっていう、まあ、いいことでもない、いけるか、これちょっと見てなかったらちょっと恥ずかしいですよ、船長先生やってますね、はい、結構緊張します。あ、全然飽きません今回、はい、ちゃんとそれで、今度はそれを吸うときに力が入ってる、はいはい、これを一定の力で吸いますよ。じゃあ一回吐き出していいよ、吐き出してピンポン玉を上げてから、だんだん穏やかにしてる。
この体の動き見て、体の動きね。そう。あと、まあ、あまりやると食らっておく。あ、ちょっと。そう。そう。はい。このくらい、体、かなり息を吸えてる感じするでしょ。めっちゃ吸いました、今の。だから、これはもう、訓練。要するに、その訓練、うん、肺を全部使ってる。で、よく、横隔膜がどのこうのって言うんだけど、僕らは横隔膜を確認することは、キャッチすることはできない。全然わからないです。そう、はい。だから、その自然の肺が大きくなれば、はい、空気をたくさん取り込めば、そう。そうすると、横隔膜は自然と下がるんです。それは、自分たち、そのメカニズムを頭で先に考えない。こう空気をまずたくさん取り込んで、で、肺が大きくなる。自然の流れで縮こまって。一番あれです、本当なんか、だから肺を横隔膜でどうのこうのと考えるよりも、こうやってみると、実際にもこう吸うしかなくなってしまう、うん、そう、いろんなね、落ちる音楽家ってみんないろいろ真面目に考える。考える。そう。で、落ちるっちゃうのは、自分をメカニックだと思わないこと。だからトランペットやクライネット演奏するときでも、そういうことじゃなくて、シンプルに空気を取り込んで吐き出すっていう作業をシンプルに行うことが大事。もちろん、大きな音や、高い音、低い音によって空気の流し方はそれぞれ楽器ごとに変わってくるので、それは楽器ごとの訓練の仕方をやる。基本的な息の流し方はこういうことをやりましょう。それでこれは視覚的に分かる、はいはい、これをさあ、またこれクラクラするやつじゃないですか。まあこれはね、吸うだけの作業。本当は、はい、はい、これは吸うだけでやります。吸いますよ。はい、吸ってください。おお、すごい吸えるね。さっきの訓練もあると思うんだけど、うん、これはもう書いてあるんですよ。 1200cc 今で、えらい。だからこれはもう簡単に今 1200cc をすごいね。うん、で要するに体がどんだけ大きくなってるか、多分、まあ、高校生くらいだと2500から 3000cc くらいかな、はい、男の子と女の子の違いもあるけれども、そのくらいを常に息をフルで体に取り込む、はい、でそれを体の中の圧力として感じながら息を送り出す。そういうことをやりましょう。で、これ、また不思議な、これは吸って、はい、吸った時にピンポン玉を上げて、今度は、あ、ピンポン玉を上げて、はい、で、これを吹いてる時に、じゃあこれちょっと、はい、はい、これ、はい、もう何でもいいんじゃないですよ。ね、吸ってピンポン玉を上げて。穏やかにやってもできる。もう自然にこれが楽でした。はい、そう、よかった。そういうふうに、まあ、こういう機会がなくても、まあ、これだけでもそういうことを意識できるので、うん、演奏するときには少し負荷をかかる。そういうようなたくさん吸って息をまとめる。細くまとめて吹き出す。で、吸うときには吐き出すときにはこのように。もうちょっと試してみよう、うん、あ、ほんまや、これぐらいやろ。ただ、中低音楽器、はい、トロンボーンからチューバーっていう大きな楽器はもう少したくさん空気を使うの で、うん、そうでしょ。イメージとしてはこのタイプがパイプを吸って、はい、で吐き出す。それでも吐き出すのがこのくらいの太さ。要するにその楽器吸ったのが太い状態だけども、うん、楽器を演奏するときには必ずフォーカスされてクッとありますよね。こうすぼまるっていうイメージを持って演奏しましょう。あれですね、多分楽器によってはそういう店に行ってこのパイプ屋さんのそういうところで、フォーマットとかそういうところで、うん、自分の楽器の抵抗に近いような太さのものを買えば一番いいのは自分の、まあ、金管楽器でいうと
このスロットと同じ太さ。ああ、なるほど。スロットと同じ太さだね。トランペットは細いし、中盤になると太くなってくるでしょう。そのサイズをある程度こう見てやる。で、これは今このぐらいでしたよ。なんか今僕がでしょ、このぐらいでちょうどめっちゃ細い。大体、まあみんなこういう感じをイメージするとうまくいくと思いますよ。ね。これは勉強になりました、ね、もう今ちょっとクラクラしていますけれども、すごいあこんなに薄んだみたいなことが今のすごく分かるかなと思います、うん、そうで、とにかくこういう呼吸して吐く、吸う吐くっていう作業は何も考えないでもできるように訓練しておく。で、何が大事かというと演奏するときにはそれがオートマチックにできて音楽のことを瞬間で唇とか息とかそういうことは 10% くらい、うん、音楽のことをどうやってここを吹こうかで、例えばその音楽っていうとフレーズ、このフレーズをどこからどこまで、うん、ここからここまで吹き切るにはどのくらい空気が必要かっていうものをマネジメントしなきゃいけない、うん、そういうことを含めて例えば息を吸う訓練をするときもこのフレーズを吹いてみようっていう、そういうのに結びつけて練習するとより効果的です。まあ、このコロナで本当みんな練習できないと思うから、この機会にね、この肺とかこの辺りを鍛えておいて吹けるようになった時にバーッて吹けるように、そう、ね、それが一番いつでもできるように準備しておくっていうことよね。はい、そういうことだと思いますね。皆さん頑張ってください。頑張ってぜひ一緒に演奏できるように、はい、ね、これお待ちしてます